どうもチャンユーです。本日もチャラオケ館にご来店いただきありがとうございます。はい、本日は月一の特別営業日、第14回目林優のゆうやっちゃいなよをお届けいたします。よろしく。そして私店長の私自ら皆様をおもてなしさせていただきます。よろしくお願いいたします。そしてこちらにいるのがファルゾーです。はい、チャラオケ館バイトリーダーのファルゾーです。今日もいてくれてます。よろしく。よろしくお願いします。はい、ということでね、もう早くも14回目なんですけれども、うん、まあね、うん、今日はですね、まあなんかリハーサルし終わった後に、うん、いつもだとね、なんかね30分から1時間ぐらい空いて、うん、ゲストの人とはね、いろいろねお話ししながら過ごすんですけど、うん、今日なんか珍しくね、あのリハーサルする時間がね、うん、まあ長かったのか分かんないですけど、結構ね待ち時間が少なくて、うん、あのよって僕いつもね番組始まる前にね、うん、3杯ぐらいお酒飲むんですけど、確かにまだ1杯目なんですよ。そうだね、はい、だからそうまだほぼしらくてね、もう脳もねちゃんと活性化してる状態でね番組が始まっちゃってるんでね、結構流暢に喋れてると思うんですけれども、皆さんいかがでしょうか。ね、普段からそうしろって話なんですけどね。そうだね。まあね、そんなね、ちゃんゆでございますが、うん、まあちょっとねゲストも来てくださってますからね、はい、早速どんどん始めていきましょう、はい、たくさんのお便りありがとうございます。ツイッターでも皆さん、ま、からの、感想などなどお待ちしております。ハッシュタグは、ちゃんゆです。ちゃんがカタカナ、ゆうが漢字、ちゃんゆでよろしくお願いいたします。じゃんじゃんつぶやいてください。僕も、後ほどエゴサとかしますんで見てますのでよろしくお願いいたします。さてですね、本日のチャラオケ館は前半30分は誰でも来店可能、その後、うん、約5分の休憩を挟んで後半50分は VIP 会員の方限定でお届けいたします。後半パートはゲストの方とですね一緒にカラオケを楽しんじゃうという番組でございます。はい、後半は VIP 会員限定営業となりますので、運営コメントや詳細ページからチャラオケ館 VIP 会員への入会をよろしくお願いいたします。さあこの後ジングルを挟んでいよいよゲストが登場しますよ。それでは林優のゆうやっちゃいなよスタートです。それでは本日のゲスト紹介したいと思います。岩崎亮太さんです。はい、どうも岩崎亮太です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。声量がすごい。はい、声量がすごい。はい、いや活発ですね。いこう。あのチャラいというよりかはすごい完全に体育会系というか応援団の人が来てくれたみたいな感じなんですけどね。そう、今日はチャラくチャラく行こうよ。そこそこいいや、ノリいいっすね。チャラもね。いや、ありがたいですね。はい、ちょうどもう花柄の感じもね。そうですね。ちょっとチャラついてる感じで。うん、そうですね。はい。チャラできました。そう、服装ではちょっと負けてますんでね。いい、テンションで頑張っていきたいと思いますけども。はい。はい。ということで、まあちょっとね、いろいろお話しさせていただきたいんですけれども。はいはい。まあ今回ですね、まあ今回というかこの番組なんですけれども、はい、来てくれたゲストの方にですね、はい、チャラネームといって、まあこの番組独自の、はい、チャラオケ館独自のですねあだ名を決めさせていただいているわけなんですよ。なるほど。はい、例えば僕だったら、まあ、林優の優を、はい、まあ、ちょっとチャラい感じで言ってちゃん優っていうことで、まあ、通っているわけなんですけれども、はい、まあ岩崎亮太君ということで、うん、はい、チャラネームどうしようかなっていうふうに思ってるんだけど、うん、はい、なんかみんな見てくれてるみんななんかいい案ないかな。あ、なるほど。うん、チャラい、チャラネーム、チャラネーム、リョーチェル、リョーチェルいいんじゃない？リョーチェルはね、もう、うん、別番組でですね、はい、木島さんのやってるんですね。おうおうおう、はい、木島隆一君。そこでね、はい、リョーチェル、リョーチェルで、なるほど。はい、その多分リョーチェルですね。あ、いい、じゃもういいんじゃないこれで。リョーチェルで行く？ここも。リョーチェルの方が多分言われ慣れてるもするし。そうですね。いいんじゃないですか。若干、はい。木島さん来ていただいたことあります。そうですね。じゃあ。じゃあ、リョーチェルで行こうよ。いや、じゃあ、リョーチェルで行きましょう。ポンポンポン。イグジットじゃねえかよ。これしかないんだよ。俺もね、ほんとね、それしかないのよ。ポンポンポン以外なんかあったっけ？ないのよ。パリピのやつ。うん。あと、フェーとかしかないんですよ。急に
ね、急に点上げみたいなこの、うん、まあ本当にねちょいちょい出すぐらいでいいんで、はい、まあ俺もなんかチャラいっていうような番組をね、うん、あのいろいろね、まあ、そういう風に名を打ってるんですが、はい、前回来てくれたマネージャーさんに真面目ですねって言われました、はい、そうあの初めましての人が来るとちょっと真面目出ちゃうんですマネージャーに真面目ですねって言われるとちょっと辛いですねそうね、だからなりきれてない部分もあるんで、まあ本当に気楽に過ごしていただければなというふうに思いますよ、はい、じゃあリョーチェルに決定いたしました、はいはい、ということでじゃあもう本当に早速このコーナーいっちゃいましょうかね、いきましょう、はい、You 送っちゃいないよ Yeah 送っちゃいないよ、はい、このコーナーでは皆さんから送っていただいた質問やご相談といったお便りを僕らで答えていくというですね、はい、コーナーでございます、はい、普通歌コーナーってやつですね、はい、今日は、リョーチェルのおかげでたくさんお便りいただいたんで、うん、結構こちらのコーナーでね、時間を使いたいなって思いますよ、毎回なんですけどこれ交互に読んでいく形を取らせていただいております、おいおい、まあ、互いにくじ引きっぽく感じで引いて、リョーチェルから読んでください、よっしゃ、じゃあこれこっから Here we go! お願いします、はい、ユーコネームコウメニャンコさんからいただきました、おい、ありがとうございます、ありがとうございます、林さん、ファルゾーさん、ゲストの岩崎さん、こんばんは、うん、こんばんは、質問です、はい、林さんから岩崎さんへゲストのオファーをされたと伺っていたのですが、うん、どのような流れだったのか教えていただけますと嬉しいです、うん、皆さんもどうぞお元気でお過ごしてくださいね、いつもありがとうございます、これはねあれなんですよ、はい、緊急事態宣言になる前に、うんうん、まあ、俺がなんか、まあ、狩野翔くんとかと、はいはいはい、なんかご飯食べようかみたいな約束をしてたところに、うん、狩野くんと番組一緒にやられてたんですよ、やられてるんだよね、はい、そうです、ラジオかなんかだっけ、そうです、そう、そのラジオの収録日で、うん、リョーチェルも一緒にいるから、リョーチェルもなんか連れて行っていいですかっていうふうに言ってくれて、うん、そこで初めてお会いしたの、そう、もうたまたま、そうだから仕事の現場とかで一緒になったわけじゃなくて、うん、本当になんかその声優仲間の間でつながった縁で、うん、そうそうそう仲良くなって、あ、そうなんですね、そうそうそう、そうなんですね、そうだから緊急事態宣言がずっと続いてたら、そうそうそう、もう会えてなかったなかったんですよ、そうそうそう、確かにですか、ね、そうなんです、本当の偶然のね、偶然のもう誘ってもらってなかったら、そう、もう行ってなかったら、そうそうそう、この番組なかったそういうことです、すごいドラマティックなそうそ う, そうでね、まあ、この、まあ、ファルゾニーの、ね、中にね、あの狩野翔ちゃんの番組もあるんですよ、はい、バーの、はい、番組があって、うん、完全に俺よりも、うん、あの狩野翔くんの方が仲いいからなんで先に俺のユウの方の番組出るんだみたいな感じですごいなんか嫉妬してるみたいな、昨日そんなこと言ってました翔ちゃんより先にね、翔ちゃんがもうやきもちやいつだから俺は手が早いんだよいやいや、ポンポンだ、ポンポン、そういうとこ見習えないよ、見習えよな、終わりちゃったよ、翔ちゃんそう、そんな感じで仲になったということでね、ありがとうございます、じゃあ僕も引いていきますよ、はい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 、シュッ、読んでいきまーす、はい、ユーコネーム、オノディ、オノディ、オノディ、え、マジっすか、オノディさん、え、本当っすか、す、ありがとうございます、はい、こんにちは、いつも楽しく息子たちと怪獣ステップを見ています息子たちも、クレロンちゃんみたいに野菜大好きになってほしいです空腹が何を我慢できず流れ星にも食べ物のことをお願いするほどのクレロンちゃんですが、岩崎さんがこれだけは我慢できないということは何ですかというお便りでございます。はい、ですね、はいはい、クエロンちゃん、あの怪獣ステップというのがですね、ほん、このチャラい番組では真逆なんですけども、ほいほい、僕は怪獣ステップワンダバダっていうですね、あのウルトラ怪獣のアニメの、あのクレロンちゃんっていうキャラクターやってまして、え、すごい可愛いらしい感じのアニメ、そうなんですよ、まあ、名前から知ってみてね、ちびっこ怪獣みたいな、はあ、はい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 、成長していく物語なんですけど、うんうんうん、クレロンちゃんがそのね、うん、あの星願いをすると、ほう、はい、っていっぱい食べたいという、野菜が大好き、野菜大好きなんですよ、美味しい棒な、いいっすね、それを見て子供たちが野菜を大好きになるみたいな、うん、なれればいいなみたいな、そういうことですね、設定なんだ、はい、岩崎さんがこれだけは我慢できないということは何でしょうか、そう、家系ラーメンっすね話し合うそう、合いそうだな、そう、今日も食べちゃったんですよ、食べた、家系、ほんと東京のどっかで、そうです、ほんと、行きつけだったりするの、いや、今日のは初めて、うん、あ、そう、どこ食べたんですか、なんだっけな、うん、もうフラッと行ったんですよ、うんうんうん、赤坂の方に、あ、赤坂の仕事だったんで、うんうんうん、ああ、うま
かったですやっぱり。いや家系ラーメン美味しいよね。そう。俺も今ねもうずっとダイエットしてますけど、うん、ダイエットしなかったら週5でラーメン食べるぐらい。めっちゃ話し合うよ、ね。それはダイエットしなきゃダメだ。そうね。そうなんですよね。本当に。快適っすよだってね。ちなみに、はい、家系ラーメンを食べたら米頼みます。うん、そうなんですよね。家系ラーメンといえばライスじゃないですか。ライス。ライスは行くっしょ。行くっしょ。当たり前っしょ。同時っしょ。同時っしょ。あれセットっしょ。セットっしょ。もうね、もう米、ご飯ってとこ もう押すのめんどくさいから、ラーメンとご飯セットでいいのよ。セットでいいですもん。いいいい。ね。うん。押したらご飯がついてくるっていうね。そう。ラーメンでいいの。どうせお金も済んだから。そうそうそう。家系ラーメン好きなんだ。好き大好きですもん。じゃあ俺が今まで食った中で一番美味しい家系のラーメン、うん、後で教えるんで。マジか。ぜひ暇な時行ってみてください。ぜひぜひ。はい。やったくっそうまいですが僕ね神奈川出身なんでね結構家系ラーメンにはね味が超えてる。うわやった、うん、僕もあの一角屋とか、うん、もうずっと行ってますもん。あいいっすね一角屋もう何回カード貯めたかいい、ね、あのカードはいどんどん読んでいきましょう。ああありがとうございました、はい、よいしょはいよいしょはいあーとこれあーもうまた同じ人だ。うんはいまた、このユーコネームコミネクスすごいな偶然で、はい、林さん、ね、ファンソンさん、今崎さん、こんばんは。こんばんは。そうです、うん、子供の頃していた習い事、してみたかった習い事などがありましたらお伺いしてみたいです。よろしくお願いしますと。面白い、いいですね。ちっちゃい頃にやりたかった、やってた習い事。習い事ね、はい、今、うん、今振り返ってやっといた方が良かったんだろうなと思うのは、うんうん、ソロバンスかね。うん、あそれは何か理由があるの。なんかやっぱ頭良くなりそうじゃないですか。ああまあフラッシュ暗算みたいな、 なんか頭回転が速くなりそうな。そうかもね、うん、そういうのあるかもね、うん、計算するなんか回転は速くなりそうな感じですよ ね。俺はどうなんだろうな。もうね小学校5、うん、あ小学校5年生じゃない5歳の時に、はいはい、父親に劇団ひまわりに入れさせられたわけですよ。なんか、はい、見ましたあの宝くじ当ててですよね。そうなんですよ。すげそうそうあんまり一般家庭だったから、うん、そんな劇団に入るようなお金なかった家なんですけど、うん、たまたま宝くじ親父が買ったら500万当たっちゃってすごいそのあぶく銭で劇団ひまわりに入れてもらったっていう。それでちゃんと劇団ひまわりに入れるっていうこの選択肢がすごいですよね、うん、親父がねなんかどうも俺のことをねメディアに出したいと思ってたらしくて大成功そう親の願望のもと入れさせられたすごい、いわゆるあぶく銭声優でございますから、ねはい、よろしくお願いします。そうかもしれないですけど、ね、もう全部があぶく銭じゃないですからねまあでも中学校のね3年間1回やめて、うん、高校からもう1回自分の意思でやり直したっていうところがあるんで、うんあうん、まあずっとあぶく銭声優ではなかったわけなんですよ。そこからね自分の意思で、そうなんですよ。そこだけはちょっとねあの皆さん語弊がないようによろしくお願いいたしますね、はいじゃあどんどん読んでいきましょうか。はいはいはい、はい、じゃあおかわりするあお願いします。いまだ全然脳がね働いてる状態なんでね。有効ネーム、はい、未確認飛行物体、ライブで岩崎さんが歌っていると、キャラクターの名前これなんていうキャラクター。ヌルデササラですね。ヌルデササラ、ヌルデササラがいるといつも感動いたします。弾く前のライブの時何かこだわりポイントはありますか、またヌルデと岩崎さんに共通点はあると思いますか。ああそうですね、やっぱりあの、うん、漫才師、まあ、ピン芸人なんですけど笑芸人っていうキャラクターなんですよ。あそうなの。そうなんですよ。へえ。なんでもうとにかく人を笑わせたい、うんうんうん、笑顔にしたいなっていう思いのままやってますキャラクターは。へえ、はい、ちなみになんか、はい、これ、まあ、間違ってたら申し訳ないんだけど、おまけコーナーでちょっとダミヘで読むセリフの中に、はい、たくさん関西弁があったんですよ。そうなんです。関西弁を放つキャラクター。そうなんです。へえ、はい、まあ、僕自身も大阪出身なんで。そっか、俺もそう、はい、ウィキでねちょっと拝見させてもらったんですよ。 ありがとうございます。大阪出身なんですよね。そうなんですよ、うんうん、だから普段からも結構関西弁なんですけども。確かにここ今もねちょっと関西弁出てる出てる出てる、うんはい、なんでもう根っからというか、もともと人を笑わせるのが僕も好きなんで、なんでもキャラクターとこのマッチとかやっぱそういうとこかなっていう。へー、はい、だってやっぱあれだもん、最初からさスコーンって抜ける声で出てくれたでしょ、うん、やっぱただもんじゃないかなって、ただもんじゃないなと思ったけど、うん、やっぱりそういう系譜の人だきっと、うん、お笑いとかもちゃんとできる人だ、うん、ああ、うん、そうですかね、はい、お笑いをのじゃ落としどころとかボケるところのトーンを知ってる人の喋り方とかなんかなんかそう言われるとなんかちょっと恥ずかしいですけどなんか、うん、ねえありがとうございます。まあそうですね、なんか自分の中では、へえー、
いいっすね、漫才師のキャラクターか、はい、魅力的なキャラクターが、ちょっと俺もなんか後で調べてみようかなと思いますけれども、はい、あといつぐらいいけんの？もうちょっといける。全然いける、はい、いいじゃないですか。お願いします。じゃあ俺が最後の歯取ってくんないとパルトン出れない。そうか、こういうね、優しさがあんま出してくれないですね。ずっとハイボールが置いたよ、そこに。サルちゃんから、ね、正式なダメ出しをしました。おかしいの、今日全然酔っ払ってないの、みんな。ねえ、お飲み物は何？僕はハイボールでございます。はい、コーラです。そうね、後で飲みます。はい、お、マジっすか。俺も引きがいいな。また未確認飛行物体。そうです。こんな2人からしか全部量産。はい、これもちょっとなんか俺もちょっと気になるな。え、岩崎さん、こんばんは。こんばんは。ツイートが凝っていて、いつも楽しく拝見しています。はい、ワンツイートにかかる時間はどれくらいですか？これはうまく表現できたと思った絵文字とか何かありますか？あー、そうっすか。すごいよね、あれもう一発見ただけでさ、はい、なんかもう岩崎くんってわかるツイートだよね。もう今や、ね、そうですね、うん、いろんなところで言っていただいてありがとうございます、うん、すっげーファンキーなツイート、みんな見た？絵文字がとにかく多くて、うん、すげえ凝ってるの、ね、キラキラツイートね、キラキラツイートね、で挟むんですよ、絵文字を、うん、ね、はい、でもあれね、うん、結構時間かかるんですよ、その、うん、文言と、うん、まあ、ツイートって140文字じゃないですか。そうね、絵文字入れると、うん、半分ぐらい文字が削られるんですよ。なんでだよ。でも言うこと少なくなるよ。大体宣伝なんですよね、うん、宣伝ツイートなんですけど、うん、はいはいはい、宣伝に使える文字数がやっぱ限られてくるんで、うん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 、なんか、うん、もっとこの文字だとちょっと入らないから漢字で表現したりとか、うん、はいはいはい、アルファベットでいくとちょっと縮小されるんで、ちょっと変えたりとか。絵文字やめれ。やっぱ絵文字やれ。絵文字やれ。ここがメインなの、どうしても。絵文字メインですから、ね、このやつは。もうあの絵文字だけの時ありますから、ただ。絵文字のために文章を工夫してるんだ。そうです。だからいろんな言い回し考えたりとか。同じ意味でもうちょっと縮小された文字数少なくみたいな。もうなんかすごい絵文字に追い込まれてるじゃないですか。そうですね。もはや絵文字メインでいきますから。なんでそういういっぱい絵文字使おうっていうのは何かきっかけがあったの？あ、でも昔からでも友達となんか LINE とかメールとかするときは絵文字結構多かったんですよ、うん、なるほどね。そうなんですよ。で、最初はね、Twitter の方は、うん、顔文字、その文字の方、カッコ、なんか、うん、ペペンみたいなやつ、うんうん、あれでやってたんですけど、うんうん、ちょっと絵文字もだんだん増え始めて、まあ、そうですね、はい、で、聞く前のその当時、僕が入った当時の、うんうん、公式ツイートが、うんうん、バリバリ絵文字めっちゃついてて、なるほど、俺も絵文字好きやから、もともと使ってたんですけど、いけんのねと思って、おー、なるほど、ちょっとそこからの流れで、そこで同調というか、はいはいはい、ノリがバッて広がって、あ、じゃあそこに影響も受けて、そうですね、もともと絵文字も好きで、はい、あー、すごいな。そうですね、どんどんペースが増え始めて、うん、でマネージャーからは序盤にちょっと絵文字ちょっと多すぎるよっていう、うん、ちょっともうちょっと減らしましょうかっていう、ね、なんか女の子のツイートみたいな感覚もね、あるよね、はい、うん、言われましたけども、それ言われてから逆に、うん、いや、もう絶対絵文字もっと増やしたろうと思って天の弱や、はい、天の弱で今みたいな感じだったんです。へえ、面白いね、はい、あ、そういった経緯があったんだ。そうですね、はい、そうかそうか、はい、ということで、じゃあもう一つ、もうちょっといける？もう一ついいね、今日。あ、ありがとうございます。絶好調じゃん。ポンポンいけますね。ポン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 行こうよ。どうぞ。Yeah! Here we go! はい、ゆうこネームシーチキンさんからいただきました。シーチキン。シーチキンさん。ゆうさん、岩崎さん、こんばんは。うん。は、前にゆうさんは自分を M だと言われていましたが、岩崎さん、どっちですか？どっちですか？なるほど。どっちだろうな。考えたことある？そうな、よくあるじゃないですか、こういう質問。うん。どっちだろう、両方なんかな。でも、まあ、人間両方持ってますからね、うん、でもなんか M なのかな、うん、で M の方がこうなんか、うん、攻められてこうボケで返すみたいな、あ、の方なのかなっていう、いじられの方が結構心地よかったりするんで、あ、じゃあ俺と同じ性質かもしれないですね。本当ですかね、 M ですね、はい、あ、 M でしょう、うん、おそらく
俺も完全にあのいじられ体質というかいじられキャラなんですよ。なるほど。大体もう先輩にもいじられ、まあ下手せば全然後輩にもいじられ。あ、いいですね。やっぱいじられいいですよね。そうなんですよ。本当なんか自分からなんかそのなんですかボケを放っていくというよりかは、はい、割と天然なところがあって、はい、天然でボケちゃうところをまあ本当に鋭い人に拾われるみたいな。なるほど。感じなんですよ。はい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 。だけど結果やっぱそうやっていじってもらえて、うん、面白くしてもらった方が僕も心地いいし面白い。から助かってるんですけど、いやそっちの方がねウィンウィンというかね、そう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 、なんか突っ込んだ人もなんか突っ込みうまいなみたいな、うんうんうん、ね、ええええ、はい、どっち突っ込みかそうあのまああの、うん、でも人によるっていうか、うん、大体もう僕もあのいじられキャラなんで、うん、その大体もうボケて、うん、まあ両手倒すみたいな、そうなんですよ、なんですけど、うん、まあ極度にそのまあ相手が、うん、あのド天然とかやと、うん、もう完全にもうツッコミスイッチの方、あ、なるほど、あ、じゃあ両方持ってるんだね、はい、どっちも持ってるんだ、なんでそうですね、うん、なんで、まあ、あの先輩とかちょっと親しくなると、うんうん、でも親しくない先輩とかやと、うんうん、ちょっと言っていいんかなみたいな、めっちゃ言いたいですけど、もう俺がもしそんなことになったら絶対に言って、わかりました、うん、ボケかすでも何でもいいから何でも言ってください、はい、これも本当後輩にお前とか言われてるタイプなんで、うん、はい、なるほど、うん、そう、うん、分かりました、もう全然大丈夫なんで、もし俺がヘマしたら、はい、分かりました、ぜひ突っ込んでいただければ、さっきのあのハイボールとか、あ、ハイボールハイボール遅い遅いっつって、遅い遅い、もっとここここっつって、そう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 、ぜひともお願いいたします、分かりました、ほんと ね、 ね、視野が狭いで有名なんでね、もう、うん、もうこんなね、そう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 、細道かみたいな、この細道かみたいな、はい、ね、もう滑ってしまいましたけども、はい、え、じゃあどうする、まだいける、まあ、そ、まあ、さっといけるならもう一個、わ、じゃあ俺行く、うん、いくよ、ゆうこレブみゆ、はい、ちゃゆいわさきさん、こんばんは、こんばんは、さて相談なんですけど、はい、私は塾でバイアルバイト、講師のアルバイトしてます、めっちゃ大変、生徒さんでとてもシャイな子がいます、こういう時どうやってその子とコミュニケーションを取るのがいいでしょうか、というお便りでございます、何かアドバイスありますか、ぐいぐいグイ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 行きましょう、グイグイ行きましょう、グイグイ行きましょう、シャイの人は、そう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 、そう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 、やっぱ話しかけないと、打席に立たないとね、うんうん、意味がないんでね、うん、でもやっぱねグイグイ行きまくると引く子もいるから、ちょっとね程度をね考えてね、なるほど、さりげなく行くっていうのがいいんじゃないでしょうかね、はい、うん、さりげなくグイで、うん、さりげなグイで、さりげなグイで、さりげなく行っといて、あとあとグイグイ行く感じのね、あとあとグイグイ、段階を踏むっていうのが大事なんじゃないでしょうかね、さりげなグイのあとあとグイグイでお願いしますチャラっぽいテンポで言ったけどな同じこと言っただけですね、ということで、はい、はい、ここでですね、ゆうやちえねのコーナーを終えたいと思います、はい、たくさんお便りありがとうございました、以上、ゆうおくっちゃえねのコーナーでした、ポン、はい、林優のゆうやっちゃいなよ前半パート終了のお時間となりました、後半パートはチャラオケ館 VIP 会員の方限定でお届けいたします、会員登録がお済みでない方は登録お願いいたします、ちなみに、会員登録してもらいますとですね、毎回林優のゆうやっちゃいなよの後半パートがご覧いただけます、後日アップされる営業終了後に収録した限定動画が見放題、さらに前回の営業もご覧いただけますということです、月額700円プラス税です、 VIP 会員入会方法などは運営コメントのリンクからチェックしてください、会員限定パートでは You 歌っちゃいなよのコーナーでゲストと一緒にたくさん歌を歌っていきます、そしてダミーヘッドコーナーは営業終了後に収録するおまけ動画で行いますということです、今回会員限定パートでいろいろ歌を歌っていくんですけれども、はい、リョーチェルは今回何を歌っていただけるんでしょうか、はい、今回ですね、なんと、うん、クリーピーナッツさんの、うん、バレる、やばいよこれ、やばいよ、すごかったから、さっきなんかねリハーサルで聞かせてもらったんですけど、うん、バリバリうますぎたんで、うん、ぜひともこれは聞かないと損ということなのでよろしくお願いいたします、バレちゃうな、はいということで僕はですね、はい、僕は歌なんですけれど、うん、ミセスグリーンアップルさんの、うん、青と夏
を歌わせていただきたいなと思います。これもすごいよ。そうね、ちょっとね、夏なんでね、もう終わっちゃいますけれども、うん、ちょっと夏っぽい歌歌った方がいいかなと思ってこれを選びました、うん、いいね、よろしくお願いいたします。さあここで営業は一旦終了となります。はい、感想はぜひちゃんゆうとつけてつぶやいてください。エゴサします。はい、ここで僕からお知らせです。東京リベンジャーズ MBS 他にて、毎週土曜日から放送しておりますのでよろしくお願いいたします。見てますよ。次回ね、本当マイキーすごいことになるんでね、見てください、よろしくお願いいたします。今パニックですよ、見ててもわけわかんなくなって。そうなんです、うん、そして僕ですね、個人で YouTube もやっております。林 YouTube という名前で、今最新動画でうちのケンプロの後輩畑中タスクくんが、うん、ゲストで来てくれて、畑中タスクくんの誕生日を祝っている、動画が見れるんですけれども、誕生日に香水と見立てて、はい、ゲロの匂いがするスプレーをあげたらどうなるかっていうのを、YouTube 企画であげて見てますんで、やってますんでぜひとも見てください。超面白いんでよろしくお願いします。じゃあリョーチェル、何かお知らせあればよろしくお願いします。はい、リョーチェルですね、私の所属する劇団ヘロヘロ Q カンパニーの、うん、はい、昨年配信、公演がございます。そちらの DVD こちらポン、はい、バレルな危険 with コロナ、こちらの DVD が、ヘロ Q ショップにて発売中でございますので、こちらもぜひとも、はい、あの初めてですね、ヘロ Q で、今すぐ井戸田が主演の、すげえ、はい、回となりますので皆さんぜひよろしくお願いします。いいですね。はい、それとですね、私あの岩崎亮太とですね、同期の、高橋誠、三浦克幸、田中文也、まあ田中文也って後輩なんですけども、うん、で一緒にやってるですね、配信番組アトミックセブン、こちらがですね、8月の29日に、また配信やりますので、詳しくは私のツイッター、またあの公式のツイッターもございますので、こちらの方からぜひご覧になってみてください。よろしくお願いします。ありがとうございます。まあ、ぜひともチェックしてみてください。はい、そしてファルちゃんは何かお知らせありましたら、どうぞ。はい、ファルゾーニチャンネルという YouTube チャンネルがありますので、こちらどの店舗の前半も大体見れますので、ぜひぜひ見てみてください。はいはい、ちなみにファルゾーニの YouTube チャンネルの各店舗の前半パートまとめられて、あ、おりまだ、これ違うか、今言いたいということで、ぜひ見てみてください、はい、次回の営業日は9月17日金曜日21時からでございます、うん、ゲストは決まり次第お知らせいたしますので、こちらも、随時、お待ちください。よろしくお願いいたします、ここで姉妹店のお知らせです。今画面出ております。姉妹店もこのお店同様に前半は誰でもご覧になれます、はい、気になる、店舗がありましたら見てみてください。ちなみに新しいなんか番組も増えた、はい、重松千春くんのドクターチーラボという病院ができました。病院ができた、すごいですね。ファルゾーニの町に病院ができました。いいですね。体がじゃあね、ちょっと壊しがちになっちゃったらね、安心ですね、はい、はい、ちなみに八尾さんの番組には宮村優子さんというすごいゲストが来るということでね、こちらもチェックしてみてください。はい、はい、ということで、はい、それではまたすぐ VIP 会員限定で再開いたしますので、しばしお待ちください。ここまでのお相手はちゃんゆうこと林優と岩崎亮太でした。またね、後ほど、またね。